どうもこんにちは、世界的 VIP 源英です。さあ、今って YouTube の動画みんな上げてるじゃないですか。まあ大げさですけど、みんなっていうのは、それこそあ、こういうのあるんだっていう風に楽しめて、いいコンテンツですよね。気軽に始められるっていうところもあると思うんですけども、動画をアップされてる方で、これ大体の人がやってると思うんですけども、そう、動画編集ですね。まあ取っ手出しでやってる方はまあ今回は置いといて、動画編集されてる方についてのお話なんでございますけども、基本カット編集とか、まあ字幕つけたり BGM つけたり、まあ画像とかね、いろいろエフェクトとかかけたりね、まあいろいろね、できるんで非常に便利だと思うんですけども、その中で一番手間がかかるであろう字幕ですね。字幕がついてると確かに非常に見やすいんですよ。見やすいんですけども、その分手間がかかる。まあ一語一句喋ってることと字幕合わせてこうやってあーってなるじゃないですか。めんどくさいですよね。そんな中ですね、なんと字幕を自動でつけてくれる編集アプリがあるって知ってますっていうお話ですね、今回は。その名もね、ブリューっていうんですけども、これ何かっていうと、人工知能技術が自動で字幕をつけてくれるんですよ。そう、皆さんご存知、 AI ですよ。編集も AI に任せる時代が来たんだ。そう、めちゃくちゃ楽なんですよ、これ。例えばなんか音声データの簡単な文字起こしだってすることできますし、あの、まあ、当然字幕作業ですね。これ非常に便利なんですね。まあ、はっきり言って字幕つける作業って、例えばじゃあ再生して聞いて、あ、なるほどなるほど、はい、再生して止めて、再生して止めてみたいな感じでやると思うんですけども、はっきり言ってそんなことやる時代はもう終わったんですって言っていいぐらいのアプリでございます。さあ、紹介しますね。はい、ということで分かりやすいようにね、画面を見ながらやっていきたいなと思います。こちらです。はい、こういった感じのアプリなんでございますけども、下にですね、これプラスマークがあると思うんですけども、これを押します。はい、そうするとね、自分のライブラリーが出てくるんですけども、今回ですね、字幕作成用にあらかじめ素材を用意しましたんで、そちらをですね追加しましょう。で、言語の選択っていうのがあるんですけども、音声認識する言語を選択してくださいということで、今のところ4つの言語に対応してるみたいですね。日本語、スペイン語、英語、韓国語ということで、僕は日本語がいいので日本語行きましょう。今アップロードしてるんですけども、音声を分析していますっていうのがあるんですけども、これ自動的に AI が今分析してくれています。僕が喋った言葉を字幕にしてくれている作業ですね。はい、完成いたしました。こんな感じですね。もう早いんですよ、あっという間にできるんですよ。はい、ということで実際にですね、ちょっと流していきたいなと思います。こんにちは、源英です。今日はですね、外に遊びに行こうと思ったんですけども、なんと雨が降っていて外に出ることができないので、家でおとなしくしてようと思います。はい、こんな感じですね。こういう感じでしっかりね、字幕をつけてくれるんですけども、多少ですね、やっぱり AI といえどもミスがあるんですよ。例えば最初、僕こんにちは源英ですって言ったつもりなんですけども、 AI はですね、なんとこんにちは元気ですっていう風に言ってますね。どこの元気くんだよっていう話なんですけども、これ自分でですね、変更することができますね。こんにちは源英です、こういった感じで後から修正することもできるんで、ここは非常にありがたいですね。はい、修正したらこういう風に下にですね、なんか薄くこんにちは源英ですって出てると思うんですけども、こんな感じになります。で、上のは修正する前の言葉が残ってるっていう感じですね。まあ比較すると分かりやすいですよね。で、もちろんですけども、例えばこの句読点つけたりね、することもできるので、そこら辺もね、ありがたいですね。こんにちは源英ですみたいな感じで、最初のですね、音声をもう一回聞いていただきたいんですけども、こんにちは、はい、3秒間無音になってますね。ここ正直動画作成する上で皆さんどうしてるか分かんないですけども、ほとんどの人がカットすると思うんですよ、喋ってないから。なんですけども、この編集アプリカットすることもできるんですね。はい、下に削除っていうのがあります。これを押すだけ、はい、ペッペッペッと、はい、全部削除しました。そうすると冒頭の3秒間が全部カットされました。いきますよ。こんにちは源英です、今日はですね、外に遊びに行こうと。はい、こんな感じで、もう最初からこんにちは源英ですから始まるんですね。こんな感じで余計な部分はカットできます。例えば最後の無音のところとかもカットしましょう。はい、こんな感じでスムーズに喋ってる動画を撮影することができます。ちなみにですね、この字幕機能すごいのが、上にこのなんか3本線あると思うんですけども、これ押して翻訳字幕を追加するっていうのがあるんですけども、ちょっと押しますね。そうするとまた言語を選択するのが出てくるんですけども、既存字幕の下に翻訳字幕が追加されますということで、例えば海外向けにも動画作りたいなってなった時に、海外向けの英語の字幕とか韓国語の字幕とか、そういったものを追加することができるんですね。まあ、今回は英語でいきましょう。
はい、またね自動的に翻訳してくれました。こんな感じですね。この字幕が合ってるかどうかはごめんなさい、僕わかんないんですけども、まあ大体合ってるんじゃないですかね。 Hello, this is Illusion。 あ、僕なんか英語で言うとイリュージョンさんになるみたいですね。なんか変だな。まあここら辺もね、あの字幕しっかりね、あの自分で変更することができるんで、この英語ちょっと違うなと思ったら、あの自分で変更することもできますね。しっかりですね、こういう風に翻訳してくれました。 I want to stay quiet at home。 はい、家でおとなしくしてようと思いますっていうのもちゃんとあの翻訳してくれて嬉しいですね。でこれなんですけども、はっきり言ってなんか YouTube の最初からついてる翻訳機能みたいな感じでなんかしょぼいじゃないですか、字幕が。なんですけども、実はですね、この上のね筆のマークみたいなのを押すと字幕をカスタマイズすることができるんですよ。当然ですね、フォントたくさん種類があります。こういった感じでフォントの種類がいっぱいあるので、あ、例えばじゃあこれにしようってなった時にこういう風にフォントを変更することができます。で文字のサイズも変更することができるんですよね。こういった感じで、あ、なんかものすごいでかくなっちゃったけど、こんな感じで、変更することができます。輪郭もですね変更することができます。ちょっと黒だと分かりにくいので色変えたいと思うんですけども、じゃあ黄色にしてみましょうか。こんな感じですね、文字の輪郭をですね変更することができますね。黄色だとすごく見やすいですね。で影もですね変更することができます。青にしましょうか。はい、こんな感じでこの影がですね青くなってるのが分かると思うんですけども、こういった感じで、ね、カスタマイズすることができます。はい、続きまして背景なんですけども4タイプございまして、今ですね文字の背景が黒くなってるのが分かると思うんですけども、これの形を変更することができるんですね。こういった感じで真四角とかね、ちょっと丸っこくしたりすることもできますね。でちなみにカラーだって変更することができます。こういう風に赤とかね、正直これ鬱陶しいな、いらないなって思ったら、あのこの×を押していただければ削除することができるんで、こっちの方が僕はおすすめですね。一応ですね背景の不透明度、これも変更することができますね。はい、めっちゃ濃いのからめっちゃ薄いの、そして消えましたみたいな感じで、こんな感じでね、変更することができます。上下の余白もですねこういった感じで変更することができますね。こんなバカなことやってる人いないと思いますけど、まあ、こんな感じもできますね。はい、そして左右も同じくですねこういう風に動かすことができます。続きまして輪郭ですね、輪郭も変更することができまして、じゃあ白にしましょうか。はい、こんな感じで字幕の背景の輪郭部分が白くなりました。で当然これ影も追加することができます。これも青にしておきますけども、はい、輪郭の影の部分が青く出てきました。こんな感じですね。で続きまして位置っていうのもあるんですけども、これはですね左真ん中右みたいな感じで字幕の位置を変更することができます。当然ねこういう風に上下変更することができるので、まあ好きなようにできますね。まあ細かく移動したいなって思った場合はこの下のね、上下の位置っていうバーがあるので、これをこういう風に動かしていただくといいですね。当然左右もですね変更することができます。でもう一つ便利機能がありまして、字幕の分割をすることができるんですね。これどういうことかというと、例えば今日はですね外に遊びに行こうと思ったんですけどもっていうところ、正直これ長いじゃないですか。一つの画面に文字を出すにしてはまず文字情報が多すぎてみたいな感じになりそうなんで、分割したいと思います。じゃあこの思ったから分割しようと思うんですけども、まず思ったの思うっていうところをタップして、その下のですねこの分割っていうのがあるんですけども、これを押します。はい、そうするとですねこういう風に今日はですね外に遊びに行こうとで区切れるようになります。その次に思ったんですけどもっていう風になるので、まあ字幕は出したいんだけども、あんまり情報を一気にバッて出したくないっていう人はこういう風にやるとおすすめですね。はい、その代わりなんかね英語の字幕が下に全部行っちゃったんで、後から英語の字幕をつけたいよっていう人は全てのこの作業が終わってから英語字幕をつけることをおすすめしますね。途中でやってしまうとこういう風になんかよくわかんない感じになってしまうんで、それがいいと思います。でちなみにこのアプリですね無料で使うことができるんですけども、ありがたいのがこのブリューのマークオンオフ切り替えることができるんですね。というのもそれ何かっていうと、この画面の右下見てもらえればわかるんですけども、ウォーターマークついてるじゃないですか、ブリューって。これ正直鬱陶しいじゃないですか。で大体こういう編集アプリって有料版を購入すると消すことができますよっていうの多いじゃないですか。なんですけども無料でも削除することができます。はい、これはありがたいですよね。はい、大体完成したんでちょっと再生していこうと思うんですけども、英語字幕がちょっと鬱陶しいなと思うんで、ちょっと今更ながら消します。はい、ということでね再生していきたいと思います。こんにちは、ゲンエです。今日はですね外に遊びに行こうと思ったんですけども、なんと雨が降っていて外に出ることができないので、家でおとなしくしてようと思います。はい、こんな感じですね。しっかりですね AI は仕事をしてくれます。まあね当然ねあのミスもあるので、そこら辺はね優しく見守ってください。そして自分で修正してください。こんな感じですね。編集アプリで字幕つける作業ってものすごい手間なんですけども、 AI とうまくやっていくことによって編集時間をキュッ
っとね短くすることができますんで、ぜひですねこのアプリ使ってみてください。ちなみに全部無料です。そんなこんなで今回はですね AI を使った字幕作成がむちゃくちゃ簡単な編集アプリ紹介しました。お疲れ様でした。